はい、ユーレックスです。さあ、今回ですね、何をしていくかと申しますと、同じね、アロエの品種ね、今回3株を用意しました。で、まずね、なぜこの3株、そしてね、同じ品種なのかっていうところなんですけど、皆さんね、いろいろな、ご自宅、アパートであったり、マンションであったり、県屋であったりとか、またね、お庭がある方もあればね、またベランダの方もいたりとか、まあ、そういった感じで、育っている方によって、このね、動画を見る方によって、育てている場所とかね、そういった環境っていうのが違うと思います。もちろんね、このね、太陽が動くね、環境、東から西日にね、出ていくっていうこの環境も皆さんのね、ベランダの位置によっても、様々ですよね。ということで今回、まあ、ある程度ね、わかりやすい、極端な、場所に置いたこの3個の場所を、1ヶ月間ね、今から、今これ撮影しているのがね、実はね、もう6月の、下旬、もうほぼ下旬になっているところなんですけど、まあ、ここから、今度、7月いっぱいまで、約1ヶ月ちょっとなんですけど、このね、1ヶ月の間で、その、同じアロエ、同じ3種類の品種、のこの3株で、それぞれ違った場所で、どういった変化がそれぞれあるのかっていうのを今回ね、皆さんに見ていただきたいと思います。なので、皆さんのご自宅で、あ、ここがね、一番ね、皆さんの中で自宅で一番近い環境だなとか、またはね、ちょっとね、今後この暑くなる真夏にかけて、じゃあこういった環境で育ててみようかなとか、皆さんのね、何か栽培のなんかヒントになればいいなと思いますし、またここから1ヶ月先にまたどういった結果になったのかをね、お知らせをしていきたいと思います。で、早速なんですけど、今回ね、同じ品種、このね、マーブルピンクというね、まあ、ハイブリッド、交配種になりますが、このマーブルピンクというね、アロエをね、3つ、3株用意しました。で、まず、ここからなんですけど、どこに置くのかっていうところですよね。まず1個は、まずね、まあ、軒下、お庭とかベランダとか、まあ、そういったところで、まあ、基本的に遮光がない、ところで置いてある方の、目安として、まずは、全くの無遮光で、1日、まあ、大体6時間程度、まあね、まあ、日光が当たる。まあ、もちろんね、そういったね、太陽の位置によっては多少変わるかもしれないんですけど、大体1日6時間程度は、日光にしっかりと直射で当たるという環境と、もう一つがですね、まあ、同じお外なんですけど、比較的に太陽が当たるのに、しっかり遮光しているとか、まあ、少しね、太陽が動きによってはね、直射がしっかり当たらない環境なので、まあ、我が家ではですね、遮光ネットを引いてあるところがあります。軒下のところにですね、黒い遮光ネットが引いてあるんですけど、まあ、ここがですね、だいたい 30% ぐらいの遮光ネットなので、まあ、ここで、まあ、約、だいたいですね、同じように6時間ぐらい、日光に当たっている。ただし遮光が 30% という環境です。で、もう一つが、まあ、なかなかね、ご自宅とかお庭とかベランダとかでね、なかなか植物が栽培できない方もいらっしゃる。でも、室内で育てるにも、なかなかね、ライトとかが購入ができない方もいると思うので、同じような環境として、お部屋の中での、窓辺ですね、に置いてあるところです。まあ、ここはですね、朝日大体もうね、我が家だと6時頃から、まあ、正午12時頃まではしっかりね、太陽窓辺のところに当たります。まあ、ただですね、また後ほど動画で見ていただきますが、ヨシズがあるので、さらにね、遮光ネットがかかっている状態なので、完全に直射ではないんです。なので、まあ、おそらく大体同じように 50% ぐらいとか、もちょっと遮光してあるところに置いてある。まあ、比較的ね、この3つの中では一番暗いところに置いてあるアロエです。はい。まあ、こういった感じでね、今からちょっとそれぞれの置き場所をどういったところなのかを皆さんに見ていただきます。はい。ということでね、ちょっとね、もう完全にちょっとプライベートな感じで申し訳ないんですが、まあ、こういった感じで、ね、今皆さん見ていてるこの窓辺のところはね、方角的には東側になります。なので、見ている東側からしっかりとね、太陽が昇ってってって感じでね、で、お外でね、こういった吉津が置いてあるので、まあそういった環境の中に置いています。で、今回は、まあちょっとね、こういった感じで、この窓辺のね、一番ね、こういったところに置かせていただきます。今ね、この、交配種のマーブルピンクは、こういった感じですね。はい。
このね、成長点のあたりとかもね、しっかり出ていますが、まあ、ちょっとね、縦に伸びているので、ちょっと徒長気味なのでね、現時点でね、ちょっとまだ日光がね、足りてないので、まあ、おそらくちょっとこれからまたね、この室内、全く風通しもない、またね、太陽光が一番当たらない場所に置いてあると、今後どうなるのか、色の変化とかね、まあ、どういった現状になるかね、楽しみですね。はい、じゃあね、早速ね、お外へ来ました。お外のね、置く場所は、今ね、ここのね、ちょうどこのね、温室ハウスが今解体されているところなんですが、まあ、ここのね、ちょうど先ほどと同じような感じでここにね、アロエを置いておきたいと思います。ここですね、はい。まあ、ここはね、だいたい朝ですね、6時ぐらいから、まあ、正午ぐらいまでは、しっかりとね、太陽光に当たっていると思うんですけど、まあね、ちょっと太陽の位置によっては直射日光ではないというところになっております。はい、じゃあね、次がね、お外の軒下の遮光ね、ネット置いてある、ね、ところですね、ここですね、はい、同じようにマーブルピンクを、はい、まあ、ここのね、環境のところで、置いておきたいと思っています。はい、こういった感じですね、はい。まあ、今後ろにあるようにね、遮光ネットが、ね、上に引いてあります。で、軒下なので雨はね、当たらないという場所に置いてあります。はい、ということでね、今ね、皆さんにね、それぞれ3箇所置いてある場所を見ていただきました。まあ、1番はね、窓辺に置いてあるところで、2番目がですね、遮光はしていないけれど、ただね、太陽の位置によってこのね、直射日光が当たる、ね、時とこう当たらない場所に置いてあるというところと、もう1個がですね、しっかりとね、遮光ネットが引いてある、まあ大体ね、 30% ぐらい遮光してあるところに置いてあります。で、まずですね、まずこの置き場所はね、この3箇所決まったんですけど、まずこのお水やりに関しては、それぞれ環境が違うので、ね、お水をあげる、ペースといいますか、そういったところはね、変わってくると思います。まあ、ですが、均一として、まあね、まあ、この時期なので、まあね、お水をあげて、ね、しっかりと、ね、表土が乾いてから、まあ大体、2日後に分けたいと思ってます。まあ、なので大体ね、5日から、7日以内ではしっかりとお水を毎回あげていますという感覚でいいと思います。まあ、ただですね、お外で管理してあるものに対しては、基本的にはね、雨が降ったりとかっていうするパターンもあると思いますので、多少のね、水やりのペースは変わってくるかと思うんですが、今回はあくまで置き場所っていうことなので、皆さんもね、何ですかね、それぞれ今回、どういった結果になるのかを楽しみにしていただきながら、またね、このマーブルピンクにしたのは、まあ、そもそもですね、こういった交配種とかいろいろなね、今交配とかがね、輸入しているアロエとかも出てきているので、比較的に、ね、皆さんも、こういった交配を育てるきっかけとかね、タイミングが増えてくると思うので、またね、一番、僕の中でね、こういった交配種とかっていったも、こういった言われているものとか、まあ、特にね、こういった色のインパクトのあるものっていうのは比較的すごくね、まあ、見た目にね、分かりやすく出てくれるっていう印象があるので、今回ね、このマーブルピンクにしました。はい、じゃあそれではね、今回こういった動画の企画となりました。ね、また1ヶ月後皆さん楽しみにしていてみてください。ですのでね、ぜひまだチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。はい、そしてね、今回この動画また良かったなと思った方はグッドボタン、そしてですね、最近ですね、僕もですね、いろんな編集作業とかいろいろしているうちに、ね、自分の発している言葉とか、あとはテロップの間違いとかっていうのをいろんなね、視聴者さんにご指摘いただくんですけど、ちょっとね、ここもね、気を引き締めてやってきたんですけど、またね、何か間違いがあるよってことあったら、皆さんぜひ、僕にね、コメントとかをして教えてください。はい、またね、こういった感じで僕もね、いろいろとね、この YouTube を通していろいろなね、知識とかいろんなところを深めていけたら嬉しいですし、またね、皆さんと一緒に、植物のね、こういった栽培の楽しさがね、何か共有ができればなと思っております。はい、それではね、またお会いしましょう。